こんばんは、プロタクニュースのお時間です。それではですね、今回も2021年9月の13日月曜日に発行されました東京交通新聞の記事よりプロタクが取り上げた記事、こちらの3記事ですねを要約して解説をしてまいります。貴重なお時間いただきますが、最後までご視聴をお願いいたします。それでは1つ目の記事です。3面総合社会からです。トヨタ暴食、飛沫防止パーテーション、運転席にクリーンな空気。新型コロナウイルス感染対策にさまざまな車内仕切り板が販売されており、タクシーハイヤー会社では導入が進んでいる。自動車のシート、内装品、フィルターなどの開発から生産までを行っているトヨタ暴食が新たな価値や機能を盛り込んで開発した飛沫防止パーテーションが注目を集めている。同製品の特徴を紹介するというふうにね、記事は報じております。でこの記事によりますと、特徴が全部で5つあります。まず1つ目がフィルター付き送風ファンを内蔵で、2つ目が高い製品合成と防犯性で、3つ目がシンプルで先進的なデザインと機能で、4つ目が幅広い適用車種で、5つ目が着脱と お手洗いも簡単ということになっております。でまあ、この中からもですね、特にはプロタクとしてちょっとまあ注目をしたのはですね、まあ、1つ目のフィルター付き送風ファンを内蔵っていう部分と、2つ目のこの防犯性があるっていう部分と、あと4つ目のね、幅広い適用車種という部分です。まずこの1つ目のフィルター付き送風ファンということで、これまでもですね、感染防止というところでシールドがあったんですが、シールドがあったとしてもやっぱりこの飛沫がやっぱ飛んでしまうと。でそのことによって車内の空気がね、まあ、汚染されると言ったらいいんでしょうか、菌が飛んでしまうという部分が、まあ、あって、いろいろね懸念事項っていうのがあったと思うんですが、ここに関してはですね、フィルター付きの送風機が、のファンが内蔵されてると、パーテーションに内蔵されてると。なので、ちょうどその運転席のですね、この後部のところから、送風ファンでこう空気が送られてて、で、その空気はですね、フィルターを通して クリーンな空気が供給されているので、まあ、ドライバーは常に安全な空気がこう満たされているという部分はすごくね面白いなと思いました。で関連してこの空気がですね、横の方からもこう吹いてきてて、エアシールド、空気の壁を作ってくれると。これまで流通というかね、と広まっているシールドに関しては横もねこうがっちり守られていると。でそれに対してのやっぱりこの安心感とかね、安全性っていうのはすごいね高いものがあったとは思うんですが、ただやっぱり一方でドライバーさんによってはですね、まあ、結構圧迫感があるとか、あるいはそのシールドを通して視界がちょっと見にくくなるというようなねお声もちらほら聞くことがあります。でそこに来てエアシールドってなると、ね、遮るものがないので、その視認性っていうところではすごくね優れてる内容なんではないかなと思います。で2つ目のこのね防犯性という部分ですね、これまでのねシールドはやっぱり防犯性っていうのがなかったんですが、今回このトヨタ暴食さんが開発をされたパーテーション、飛沫防止パーテーションに関しては防犯シールドの役割も担っていると。なのですごい耐久性にも優れてるみたいなことも書かれております。で3点目、ここもねすごくやっぱ注目すべきポイントですね。幅広い適用車種と、おそらく今の現行のシールドに関してはね、ジャパンタクシーだけじゃないかなと思うんですが、この記事によるとジャパンタクシーはもちろんのこと、クラウンコンフォート、アルファード、プリウス、シエンタなどなどと、今東京都内だけじゃなくて全国で走っているタクシーの車種、ほとんどの車種で適用されるんではないかなと思います。今回ですね、そのトヨタ暴食さんから飛沫防止パーテーションという、まあ、新しいね飛沫防止のシールドに関してのね記事を紹介をさせていただきました。でまだまだねそのコロナの、 あの感染が止まらないとか、その先行きがねちょっと不透明な部分がある中で、全国のねタクシー事業者さんの中には飛沫による感染防止のシールドをまだ車にね設置をしてないという会社さんもひょっとしたらあるかもしれません。でそういった会社さんにとっては今回のパーテーションに関しては車種も選ばず、そして防犯性も優れているという部分もあって、すごくねいいソースなんではないかなと思ったのでご紹介をさせていただきました。続いての記事です。6面からです。個人タクシーの記事の方からですね。タイ自転車事故が急増、
東京都個人タクシー交通共済協同組合、ドア開閉時は注意を。記事によりますと、東京都個人タクシー交通共済協同組合の4月から7月の事故発生件数が前年同期比 46.8%、80件増の251件と大幅に増加していることが分かった。特に対自転車の事故が28件、 2.5 倍増と顕著に増えていると記事は報じております。で、この自転車事故が増えてしまった背景としましては、コロナ禍となって以来フードデリバリーの自転車が急速に増え、事故事例もかなり報告されているっていうふうに、記事のは書かれてます。確かに、本当に僕もタクシードライバーとして乗務をしていて、すごく自転車増えたなって思います。で、本当この記事にも書かれてるんですけども、自転車っていうのは本当に動きが読めなかったりとかしますし、赤信号でもですね、平気でこうやっぱ突っ込んできたりとか逆走もあったりとかっていうので、本当ね、予測が立てにくいという状況にもあると思います。でですね、この個人タクシーの事故防止対策委員会の委員長がですね、このようにおっしゃってます。自分自身がね、青信号であったとしても、やっぱり急な飛び出しとか信号無視による、もうね、当たり前に起きるという状況なので、そういったね、飛び出しとか信号無視に対しての事故に対して最低限対応できるように、指導していくことが重要と。要は青だからってね、安心できる状況じゃないよということをですね、周知徹底していくみたいなことが書かれておりました。で、あとはですね、冒頭でもお伝えした通りですね、ドア開閉の事故もやっぱ増えてるようでして、対自転車ではドア開閉が9件、うち昼間の時間帯が7件と、これまでにない傾向も見られると。要はそのドアの開閉時に、この無理な路肩の隙間をですね、自転車が通過してきて、それと接触するね、事故が増えてるよっていうふうに記事は報じております。でね、これに関してはやっぱり何もそのドライバーさんの責任というか、ドライバーさんが、ドアを開けてそれによって事故とかではなくて、急いでるお客様がパッとドアを開けてそれで事故が起きてしまうというね、ケースもあると思います。ジャパンタクシーのスライドドアですと、開閉がすごくゆっくりなので、こういったね、事故が起きるリスクっていうのはある程度抑えられると思うんですけども、やはりクラウンのようにね、ドアがこう、外側に開くタイプのものに関しては、お客様がですね、ドアを開けて後ろも確認せずドアを開けてしまうという部分も、これなきにしもあらずだと思います。なので、自己防衛策としてはやはり、当然のことながらドアはロックしておいて、自動ドアこちらで操作をするっていうのも一つですし、あとは、これ僕自身がやってたんですけども、レバー式のドアの開閉のね、タクシーに関してはレバーをですね、僕その支払い時に押さえておくということをやってました。そうすれば、足とかでね、ちょっとすごい変な体勢になるんですけども、足とかでこのレバーを押さえておいて開けられないみたいなこともやっておりました。自己防衛策ってあると思うので、そのドアを開閉、お客様がいきなりドアを開閉して、で後ろから来た自転車巻き込み事故を起こさないようにするための、ドライバーさんによってはいろんな方法論があるかもしれません。なので独自の事故防止の方法論があればですね、コメント欄の方にコメントをしていただければ幸いです。ちなみになんですけども、今回この記事を取り上げた理由としましては、秋の全国交通安全運動期間がですね、9月の、21日から30日まで、この期間というのはですね、交通事故による死亡者をゼロにするっていう目標なの で、結構そのドアの開閉事故っていうのはノーブレーキで、自転車と接触するっていうので、これもやっぱり死亡事故のリスクもあると思ったので、今回ね、この記事を取り上げさせていただきました。はい、それでは最後の記事です。2面の総合系からです。厚生労働省、雇用調整助成金算定方法を変更、歩合給部分の助成実質少額に。厚生労働省は新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金特例措置について、今月からタクシー事業など賃金体系に歩合給を設けている場合の助成金額の算定方法を変更した。従業員に実際に支払われた休業手当の額に応じて算出するようにし、助成が手当を上回るケースを防ぐ。これまで得ていた金額より実質的に少なくなることに、タクシー業界では動揺が広がっているというふうに記事は報じております。いやー、厚生労働省さんね、分かるんですけどね、その雇調金のね、算定方法を変更して助成金額がね、
少額になってしまうというのはですね、本当我々タクシー業界、我々ってね、自分が代表してるわけじゃないんですけども、タクシー業界に関してはかなりね、これシビアな問題なんではないかなと思ったので、今回ねこの記事を取り上げさせていただきました。はい、でですね、この、まあ、状況に対してですね、ハイヤータクシー協会の清水はじめ労務委員長、西新井総合自動車の社長はですね、このようにおっしゃってます。実ですね、まあ、この補償金のですね、新しい算定方法は9月の、ね、1日から施行されるんですが、それに対してですね、賃金の支払いを15日締めや、ね、20日締めにしている事業者が多いので、今月後半、要は9月の後半以降、どれぐらい休業が減り稼働が増えるか、需要が戻らないうちに稼働が増えれば1台あたりの営業収入は確実に下がると不安視すると。いや本当そうですね、実際にもう9月に入ってからですね、タクシーの台数が増えたとか、なかなか夜ね仕事ができない、しづらいっていうねお声をいただくこともあります。でそのようにしてですね、需要と供給のバランスが崩れてる一つの要因として、このね補償金の算定方法が変更になったのが影響してるんではないかなと思いまして、今回記事として紹介をさせていただきました。まあね、プロタクって結構そのタクシーの営業ノウハウとかお伝えをさせていただいているので、現役のねドライバーさんからすると、いやそんなことよりも今この厳しい状況下を乗り越える営業ノウハウを教えてくださいよというように感じる方もおられるかもしれません。セミナーとかね、あとプロタクを通じてタクシードライバーになられた方に限定コンテンツとかって、そういった部分でもね、まあ、売上を上げるノウハウ、この厳しい状況下でもね売上を上げるノウハウとかねお伝えをさせていただいているんですが、それでもね大前提として需要と供給のバランスが崩れているっていう状況下で、なかなかね突破口っていうのはお伝えするのは難しいかなと。ただ今回この記事を取り上げさせていただいた理由として、急に暇になってしまって、なんで暇になってしまったんだろうっていう、その根拠もわからなかったりとかすると、本当にねもう仕事しててただただ不安になるということもあると思います。なのでこの根拠をお伝えさせていただいて、じゃあそれに対して一人一人のドライバーが具体的にどういった対策を取っていけばいいのか、まあ、ここもねなかなかまあ難しいポイントだと思うんですけども、少なくとも今なかなか売り上げが上げにくい状況にあるのは、何もそのご自身の能力が下がったとか走ってるとこが悪いとかそういうことではなくて、今もう世の中的にねちょっとどうしようもない状況なんだよっていうのがね、少しでもねお伝えようかなと。どうしてもねやっぱり自分がダメなんだ、自分がダメなんだみたいなマインドになってしまうと、本当にその自信を失ってしまったりとか、あるいはですね無理な運転をしてしまったりとかっていうねこともあるかもしれません。そういった部分のね精神的な不安とか、あとは無理をしてしまうっていうことを少しでもね軽減することにつながればなと思って、今なぜ暇なのかという根拠として、このね補償金の仕組みが変わった、そのことによってタクシー会社さんが休業していた会社さんとかが稼働せざるを得ない状況になったんだよっていうのをねお伝えをさせていただきました。ただね一方で皆さんもご存知だと思うんですけども、11月からですね緊急事態宣言の条件緩和として飲食店の営業時間を変えようかとかね、ちょっと延長させようとか、お酒をね出してもいいんじゃないかなみたいな議論も出てきています。でもうこれ以上飲食業界さんの方ではかなり無理が来ている状況だと思うので、おそらくですね飲食店の種類提供とか、あるいは営業時間、夜8時以降の営業時間がね認められるっていうのがね今後出てくるんではないかなと思います。でそのことによってまたね我々タクシー業界が営業しやすくなるという部分も、まあ、あるので、希望を捨てずですねちょっとね一緒に頑張っていければなと思いまして、最後のね記事としてねこちらのお話をさせていただきました。今回ですね2021年9月の13日に発行されました東京交通新聞の記事より、プロタクが取り上げた記事、こちらのね記事から予約と解説をさせていただきました。まあ、毎度のことながらですね、まあ、今回ご紹介をさせていただいた記事も本当に要約という形なので、まあ、一部ですし、あとは今回取り上げられなかったこと以外にもですね、本当に一ドライバーとして、あとは一タクシー会社さんとしても知っておいて損はないというか、ぜひとも、ね、知っておいていただきたい内容が盛りだくさんとなっておりますので、東京交通新聞さん興味がある方はですね、番組の概要欄の方にリンクを貼り付けておりますので、そちらの方からお買い求めをしていただければと思います。はい、というわけで今日もここまでご視聴いただきましてありがとうございました。